2歳になりたての息子。一度、旦那と電話で話してから、電話が大好きになった。私が電話してる時に、自分もやる、と邪魔したり、勝手にどっかに電話かけたりして困るので、試しにアプリを取った。妄想電話っていう、エア彼氏、オア彼女から、エア電話が来るやつ。これがもうハマっちゃったみたい。え？今ここで？うん、しょうがないな。一回だけだよ。大好きだよ。みたいなエア彼氏のゼリフを、爆笑しながら聞いてる。そして、最近ついに真似しだした。え？一回用、大器用、とかやってる。そろそろやばい。